自民党茂木幹事長は野党には国を守る考えがないのかと自民党の茂木敏光幹事長は1日沖縄県北谷町で街頭演説したロシアによるウクライナ侵攻や中国の影響力拡大などに触れ我が国の安全保障政策や防衛体制を抜本的に強化しなければならないと述べた自民党内の防衛力増強に向けた議論を 野党がウクライナ危機への便乗と批判していることを挙げ、野党には国民の生命や財産、主権や領土、領海、領空を守る考えはないのかと申し上げたいと反論した。自民党は参院選を見据え全国アンギュア。半ばを確保し、5年以内に対 GDP 比2%も念頭に、防衛力を抜本的に強化できる。 予算水準の達成を目指したいと思います。モテ氏はこのように述べ、ウクライナ情勢を念頭に、防衛費を拡充し、防衛力の強化を目指す考えを打ち出し。モテ氏は力による一方的な現状変更の試みは、ウクライナでも東アジアでも世界中どこに置いても断固許すことはできないと強調野党や 沖縄県の玉デニー一時を支えるオール沖縄勢力に対し、この国や沖縄の将来を任せるわけにはいかないと訴え、夏の参院選で自民党公認候補への支持を求めた。自民党がこの期に乗じてかつて自分たちが決めた防衛費 GDP1% 枠を外したくて防衛増強に関する提言をしているのではない。 国民の命と財産を献守する責務で言っているのだと思う。反体制派野党と空想的平和主義に取り憑かれた市民団体、マスコミはうじうじして戦闘力より対話を重ねる外交力が大切と国民に訴えたい。普段の社会生活やお茶の間でリアルに日本有事の話が飛び交うことがあると考えもしなかったのだ。 マスコミを含む脳天気な輩は集団的自衛権容認や安全保障法制整備を戦争法だと躍起になって反対してきた。野党はリアルな現実より願望にすがってきた。この後に至っても防衛費、軍事費、強化という現実より、靴の底からかゆい足裏をかくような外交対話があると願望する。国民に対する責任逃れから気弁を垂れるのだ。 死にもとう、そこまで言うなら国を守る切実な本気度が見えない公明党を切り捨てよ。憲法改正に本気で取り組まないなら、ただのポーズですぞ。尖閣諸島脅威を続ける中国と切迫した外交交渉をせよ。国を守ることですっかりメッキがハゲタサハヤ党のうろたえぶりを嘲笑っているだけでは困るのだ。お聞きいただき感謝申し上げます。